皆さんこんにちは。海のひとときです。この動画は根掛かりによる釣り具のロス防止と環境保全を目的としています。釣りをする際に参考にしてもらえたら嬉しいです。今回調べた場所は静岡県沼津市戸田にある美浜岬です。それではご覧ください。美浜岬が面している駿河湾は一番深いところで水深2500メートルにも達しており、日本で最も深い湾とされています。そして今回調べた場所の裏側にある美浜岬の海水浴場は、水がきれいな海水浴場ランキング2021で第1位となるほどきれいな場所なのです。この水中の撮影をした日は雨上がりにもかかわらず、こんなにも透き通って見えました。それでは続けてご覧ください。海岸より約10メートルほどのところからのスタートです。ここは水深約3メートルでした。画面の左上には水深何メートルか分かるように表示してありますので、参考にしてください。左側に魚が見えてきましたね。皆さんは何種類の魚が分かりますか？気になる魚がいたらぜひコメント欄で教えてください。ここは約水深4メートルの場所です。画面の中央に見える黄色っぽい魚はアイゴです。アイゴはヒレのところに毒があるので、釣った際には触らないように気をつけてくださいね。注目ください。スズキです。スズキはとても珍しい魚です。出世魚で縁起がよく、江戸時代以来の高級魚の一つだそうです。左側はメジナでしょうか。もう少し近づいてみましょう。画面の下の方に見えるしましまの魚はタカノハダイです。その奥から見える黄色い魚がジョウチョウウオです。この黒っぽい魚は皆さんもう覚えましたか？何回も出てきているニサダイですね。
水深10メートルを超えた頃から岩の間に少し砂地が見えてきました。新しい魚が出てきました。これはブダイでしょうか。ラインが特徴的なように思いますが、これはなんていう魚でしょう。こちらはベラでしょうか。結構遠くまで水中を見てきましたね。ここは海岸から約200メートルほどのところで、水深は 16.5 メートルありました。最後に辺りを見渡したら、なんとアオリイカです。ドローンのケーブルの具合でこれ以上は近づけなかったのですが、とても貴重な映像が撮れました。最後までご覧いただきありがとうございます。水中動画が面白いと思った方は高評価を、いろんな水中の映像が見たいと思った方は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。